マの独り言。はいどうもこんばんは。時刻は21時30分になりました。 FM88.7MHz ラジオカーゴより送信しておりますマッピールマの一人ごと、本日も始まりました。イエイエイ、このマッピールマの一人ごとの、番組パーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動をしていますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しております。本日も一日よろしくお願いいたします。はい、こちらラジオ川越ですが、埼玉県川越市周辺にお住まいの皆様は FM88.7MHz に合わせていただければすぐに聞くことができます。しかしながら、その、ね、近くに住んでないよって方はですね、スマートフォンアプリレディモだったり JCBA インターネットサイマルラジオ、こちら検索なんですが、経由でね聞いていただけたらななんて思っております。詳しくはですね、ラジオ川越スペース聞き方とかラジオ川越のホームページを見ていただければ全て解決するかなと思っておりますので、心配な時は、ぜひともねそちらを検索してください。よろしくお願いいたします。そしてですね、こちらマッピールマの独り言なのですが、皆様からのコメントもお待ちしております。ツイッターのハッシュタグですね、半角シャープマーク、プラスマッピールマの独り言、マッピールマは漢字3文字の漢字ですからね、の独り言は全部ひらがなですね。マッピールマーっていう風に、打つとですね、ちっちゃい図が入る時があるんですよね。なので、くれぐれも、マッピールマー漢字3文字ですからね、お間違いのないようによろしくお願いいたします。もしくはですね、メールアドレスも公開しておりますね。 minoradio0625@gmail.com なんですが、ミノラジオ0625ということで、メールアドレスがありますので、そちらをチェックしていただけたらななんて思ってます。おそらくインターネット検索でマッピールマの独り言とか検索するとですね、この番組のね、ツイッターが出てきますね。ツイッターっていうのは便利でですね、登録とかしなくても見られるのですが、そのねツイッターのトップのねところにですね、メールアドレスがありますので、そちらからポチッとしてくれたらいいかななんて思っております。なのでですね、ハッシュタグのマッピルマの独り言ですね、ツイッターのハッシュタグマッピルマの独り言、そして、メールアドレス、ね、こちらで何か投稿していただけたら皆様の、投稿を見てねアクションしていこうかなと思っております。ということでですね、2月19日ということなんですけども、ね、久々になんか日付を言った気がするんですが、もうねオリンピックがあるじゃないですかね。今ねどんな感じになっているのかっていうのはね、僕もねまだ分かっていないのですがね、素敵な大会になっているんだろうななんて思いながら今こちら収録しているので、もう本日はですねオリンピックに関係する曲を流していこうかなと思いますね。夏の時もねオリンピックの競技とかに関係する曲をいろいろ流させていただいたんですが、冬なのでね、冬のオリンピックの競技ですねに関係している曲をちょっと流していきたいななんて思っております。今日はですねかなり探しました。やっぱり夏のね競技の方がタイトルにしやすいような気もします。そのような中ですね、冬っぽい曲、冬のオリンピックっぽい曲ですよね、をいくつか見つけてきましたので、ちょっと中にはね強引なものもあるんですが、皆様に今日ね届けていきたいなと思っております。ということでですね、僕がですね大好きなアーティストさんの小松美穂さんっていう方がいるんですが、小松美穂さんね以前は名探偵コナンかなの、オープニングだったりエンディングだったりとか、まあ、そういうところでね大活躍したアーティストさんで、もちろんねいろんなアーティストさん、例えばディーンとかね、ディーンさんとかに楽曲提供していたりとか、いろんな活動していた方がいるんですが、突然ね活動しなくなっちゃったんですよね。ちょっと残念だったんですが、僕も大好きなアーティストさんなのでね、活動してないということなんですが、小松美穂さんの、曲をですね今日のオープニングナンバーとして流していこうかなと思ってます。僕の中でですねフィギュアスケートですね、をイメージした、曲が、僕の中でですよイメージした曲が小松美穂さんの曲になりました。それでは聴いてください。小松美穂さんで氷の上に立つように。
はい、ただいま聞いていただきましたのは小松美穂さんで氷の上に立つようにでした。いやー、これね、スケートをイメージしてちょっとね、選ばさせていただいたのですが、むしろね、氷の上に立ってますよね。というね、思っているので、まあ、ちょっとニュアンス的にちょっとあれかもしれませんが、でもね、なんとなくね、僕の言いたいことは伝わったのかななんて思っております。またなんかそのね、このね、氷の上に立つようにがね、発売された2000年前後なんですが、この時にですね、このような声の加工をされている方っていうのは、極めて珍しいんですよね。なので、まあ、なんて言えばいいんだろう、こういう声の方が、オリコンの上位に食い込むって言った方がいいんですかね、極めて珍しかったんですよね。なので、なんかその今で聞いてもね、新しい感じ、斬新な感じがね、僕はすごい感じたりするんですよね。なのでね、なんかそういう風にね、なんか時代を超えてずっとずっとこうやって愛されてる理由がね、わかるななんて思いながら、今も私聞いておりました。ね、改めまして小松美穂さんで、氷の上に立つようにでした。はい、ということで皆様の投稿を見ていこうかななんて思っています。今日の投稿は今年の1月の22日の、投稿から見ていこうかなと思っています。ツイッターにも小林あるかさん投稿ありがとうございます。始まり始まり、皆さんこんばんは。こんばんは。いや、あのね、話してる途中にアラーム音が鳴って話してたのにではなくて、単にアラーム音に、驚く毎週土曜日ということで、そしてですね、その翌週にもですね、このアラーム関係のことが書いていただいてるんですね。皆さんこんばんは、こんばんはとね、今週もまた良いところでアラームのようにですね、1月29日の投稿にも載っているんですね。なるほど、この日は、リサボルト林さんと大貫さんの、イベントだったんですかね。そのようにですね、アラームつけていただけるのをとても嬉しく思っておりますね。私もやはりですね、今まではね、生放送の後にっていう感じだったので、もうね、もう嫌でも聞くわけですよね。収録して、でもうラジオ局の中でね、ラジオ流れてるんで、僕のね声がラジオ局から流れるのを僕は聞くみたいな感じなんですが、今ちょっとね、タイムラグがあるの、タイムラグっていうかね、曜日が違ったりとか時間帯も違うのでね、しかも土曜日って結構ね、イベントがあったりとか、いろいろあったりしてね、この時間帯にまだ運転中なんていうこともあるんですよね。ね、帰り道とか、ね、そういう時にね、すぐにね、聞ける環境を自分で作るって意外と難しかったりするので、僕もね、ちょっとワンヤワンヤしておりますが、ワンヤワンヤって言い方もあれですかね。なのでね、私もですね、前日ぐらいまでに、もしくは当日の昼間とかにね、今日はこういう感じですよとかね、なるべくつぶやけるようにしようかななんて思っております。ね、聞いてくれて本当ありがとうございます。続きまして、京成さんの投稿ありがとうございます。やっとコメントが新年元日放送分に追いつく今日この頃と。そうですよね。そしてもう一つ。毎回思うのですが、30分あっという間に過ぎていく。今夜も楽しい放送ありがとうございました。というふうにね、書いてあるのですが、ね、本当にありがたいですよね。僕もですね、物事ってね、やっぱり、楽しもうというふうにね、思うタイプなのですが、ね、その風にね、楽しもうと思いながら聞いていただいているからこそ、こういう循環って成り立つのかななんて思っておりますので、本当にね、そのような、思いのある皆様に聞いていただいて、僕は本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう一件だけちょっと読んじゃおうかな。ツイッターネーム、としなわかかしらさんとありがとうございます。残り29分とすぐカウントする、イエイイエイそうなんですよね。あれですよね、ね、この番組のパーソナリティはとかいう風に言って、ミノルが担当しております、残り29分よろしくお願いしますみたいなやつですよね。実はですね、僕これ私のね、ライブに来たことがある方はね、聞き覚えがあると思うのですが、僕ですね、弾き語りでライブをするときに入場にかなり時間かけるタイプなんですよ、ね、普通のバンドさんとか普通の弾き語りの人とかはライブが始まった瞬間に歌い出す方もいれば、ね、ちょっとね、音楽鳴って入場曲ですよね、入場曲が鳴って入ってよろしくお願いしますじゃんみたいな感じで、まあ、長くてもステージが始まって1分後ぐらいにはもうすでに歌い始めてるのが普通のアーティストさんなんですよ。
でも僕1曲目始まるまでに普通に 3,4 分喋っちゃうんですよね。まず入場するだけでも1分ぐらいかけて、その後に 2,3 分喋っちゃってみたいな、で僕によく30分ライブとかが多いんですけども、残り25分よろしくお願いします、イエーイみたいな感じで1曲目始めたりしちゃうんですよね。なので僕本当にそういう風にね、喋りすぎてしまってですね、その結果残り持ち時間これしかないよみたいなのをちょっとネタっぽく喋っちゃう時があるんですよ。ネタっぽく喋っちゃう時が、そういう感覚でですね、ラジオの時も残り29分よろしくお願いしますみたいな感じで喋っちゃうんですよね。はい、なのでぜひとも僕の弾き語りライブを見に来るときはですね、僕のね MC こういう感じで喋ってるんだなとか思いながら、聞いていただけたら嬉しいです。僕ねライブでね MC するとき結構叫んでるんですよね。まあ叫んでるっていうもうおーとかそういう感じじゃなくて、大声で喋ってるっていう感じですかね。普通のね会話のテンションで喋ればいいんですけども、どうしても僕、マイクを外して大声で喋ってしまう癖があるんですよ。これももちろんね、いろいろ理由があるんですけど、そういう風に喋っているので、それをね、ぜひとも皆さんも体感しに来ていただけたらなと思っております。後ほどまたね、告知もしますが、3月にもね、ライブがありますので、そちらを見てほしいなと思っております。さて、という感じでですね、今日の2曲目に行こうかなと思います。ね、北京オリンピック2022がですね、2月20までということなので、明日までですね、明日までということなので、まあ、今日オリンピックに関係する曲をね、流していきたいとか思っているんですけども、まあ、どうも、冬の競技をテーマにした曲っていうのはね、あんまり多くはないんですよね。なので、先ほどの氷の上に立つようにみたいなちょっと強引なものもあるのですが、ちょっとね強引かもしれませんが、僕の大好きな曲をちょっと流していくので、ちょっと多めに見てほしいなと思っております。で次の曲はですね、タイトルはまだ言いませんが、ザ・ハイローズさんの曲なんですね。でザ・ハイローズさんのですね、曲なんですが、こちらの曲めちゃくちゃかっこいいんですよね。で僕の中でピアノロックって言ったらもうこの曲だろうっていうぐらい、大好きな曲なんです。でこの曲はですね全然冬っぽくないですし、どちらかというとね夏っぽい曲なんですよね。で確かこの曲がリリースされたもんされたのも6月9日ロックの日というねことなので、本当にロックンロールな感じになってるんですよ。もう本当に疾走感たっぷりで、気持ちよく曲を聴いていたら終わってしまうと。でここのねこの曲の入っているピアノソロがあるんですが、これもまたかっこいいんですよ。なのでそういうところも含めて、もうこの、北京オリンピックの競技ですよね。今回スキーに注目したのですが、全然スキーとは関係ないのですが、スキーがですね上からスーッて滑っていくと、そのね疾走感をですね、この曲で表現できたらいいかななんて思っております。それでは聴いてください。ザ・ハイローズさんでハスキー、欲望という名の戦車。はい、ただいま聴いていただきましたのはザ・ハイローズさんでハスキー、欲望という名の戦車でした。いやー、ね、なんでこの曲選んだのなんて思われるかもしれないので、念のためね曲に入る前のタイトルコールはしっかりと言ったつもりなのですが、ハスキーですよね。スキーね、ハスキーということでですね、勝手に、スキーの曲にしちゃいました。ありです。ありです。なのでですね、でもこのようにねスキーで一気に滑っていくような感じの疾走感っていうのをね、多分伝わったんじゃないのかなと思っておりますのでね、皆様ねぜひとも ねこのサビのところでねスパーンって飛んでる感じもしますよね。スキージャンプみたいな ね本当にねそういう感じのイメージなのかなって、勝手に思っております。全然違いますがね元気もともとのね感じはっていう感じでですね、あと1日見ていこうかなと思います。ツイッターネーム、コウバイクリカさん、投稿ありがとうございます。
ハッシュタグで見ればいいのかな、入力しようとしてうとうとして入力内容を忘れたとか書いてありますね。そして、SNS のアカウントがたくさんある、ミノルとかね、アナログ疑惑物忘れとかと、YouTube 登録者数増加中って書いてあるんですが、そうなんですよ。1月29日の時点ではYouTube 登録者数がちょっとね、増えました、嬉しいみたいなことを言ったんですが、今僕がですね、この収録している時はですね、なんとですね、2人減りました。ということでですね、結構ね、ショックなんですよ。ね、まだまだね、チャンネル登録者数も多くない時期なので、このね、1人2人ってやっぱ大きいですよね。このね、YouTube で収益を得てね、暮らしてやるとか、そういう感じではないんですけども、でも、やっぱりね、ほら、まあ、ピルマの独り言にもね、いろいろゲストとかね、お招きをしておりますし、また僕ね、マイナーアップレコーズっていうね、完全にね、自主なんですけども、そういう風にやって、いろんなアーティストさんに還元したいなっていうのもやってるんですね。チャリティー CD とかもそうなんですけども、で、そういうところでね、収益が出てね、ゲストの方にね、ギャラをね、たくさん渡せるとか、一緒に CD 作った人にたくさんね、むしろ、渡せちゃうみたいな、いろいろ渡せちゃうみたいな、そういう風にできたらいいななんて思ってます。何にせよね、この番組、スポンサーもいらっしゃらない番組なので、ね、募集中でございますがね、いらっしゃらない番組なので、やっぱそういうね、ところでね、収益化とかできたらね、一番理想ですなとか思ってるんですけども、ね、理想ですなっていう言い方もおかしいですよね。なのでね、ぜひとも皆様、ね、もし登録してないよって方がいたらですね、登録してみてくださいね。してみるのは無料ですのでね。してみるのはね、なのでぜひともよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、京瀬さんの投稿ありがとうございます。皆さん皆さんこんばんは。こんばんは。今夜もリスナーの一人として番組楽しく聞いています。インディーズパーソナリティ小枝マダンナ、1月26日よりと書いてあるんですが、そうなんですよな。先ほどプロフィール、拝見させていただきましたら、2分間ツイキャスとかねやってらっしゃるということなのでね、気になった方はぜひともね、プロフィールちょっと覗いてみてください。そっか、じゃあ今まで京瀬さんって言ってたのですが、小枝マダンナさんって言った方がいいんですかね。どうなんでしょうね。またね、それいろいろありましたらよろしくお願いいたします。皆様、メッセージ投稿よろしく、よろしくじゃない、ありがとうございました。よろしくってまた頼んじゃったらね、大変なことになっちゃいますね。ありがとうございました。ということで、先ほど私ちょろっとお話をしたのですが、ちょこっとだけライブが決まってます。まずは明日2月20日ですね、群馬県の太田市でですね、ちょっと野外ライブに参加させていただくのですが、こちらはですね、私実は出演だけじゃなくて、私の機材を使います。そして私が音響もするっていうね、素敵な日なんですね。なんでどんな感じかなとかいう方はぜひともね、見てほしいななんて思っています。そして3月2日ですね、3月2日にですね、埼玉県 の、の東武東上線の駅である、水穂台駅っていうのがあるんですが、そこから徒歩5、6分のところのね、アコースティックハウスお隣という場所でですね、イベントを組ませていただきます。3月2日で水曜日なので、人によってはちょっと行きづらいとかあるかもしれませんが、ね、こちらの真昼間の独り言でもね、ゲストで出てきていただきました、太陽と月明かり、ね、東村山市にある、太陽と月明かりの店長ヤジさんがですね、弾き語りしに来てくれるんですよ。めでたいということでですね、どうしても成功させたい、ということでですね、ぜひとも、ご来場いただけたらなと思っています。お隣さんはですね、アコースティックハウスお隣さんはですね、アーティストを囲うようにですね、ビニールカーテン、透明のねビニールカーテンがありますので、安心してライブを見ることができますので、ぜひともご来場よろしくお願いいたします。また、チケットもね、配信チケットもありますので、そちらもチェックしてほしいなと思ってます。ということでですね、最後の曲を流させてください。ちょっと、ね、説明ができなくなっちゃったんですがね、ミシェルガンエレファントさんでロシアンハスキー。はい、ただいま聞いていただきましたのは、ミッシルガンエレファントさんでロシアンハスキーでした。ね、今回も裏技使っちゃいました。ハスキーですね。そんなこんなで、エンディングトークとなりました。皆様、今日もね、なんかね、新しい発見とか出会いがあったかななんて思いますが、そのようなね、番組になるように私も一生懸命やってきますので、これからもよろしくお願いします。噛んでない噛んでない。担当パーソナリティは、
埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動をしていますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しておりました。また来週一人ごとに付き合ってくださいね。では皆さんさようなら、バイバーイ。